ということで、今日も前回の続きになるかもしれないけど、撮っていきます。まあ、話す内容は、ちょっともうカバーになっちゃうんだけど、もうめんどくさい感じしてる。こいつね、いつも通り、暇と退屈の倫理学です。で、昨日、見た人はわかると思うんだけど、昨日はね、フォーディズムの話をしたわけよ。フォードっていう、ヘンリー・フォードさんが作ったフォードっていう有名な車。で、その車を作る工程の中で、工場にベルトコンベヤーを導入したり、人がかがまなくてもよくしたり、人が動かなくてもよくしたり、かつ生産性が上がれば上がるほど給料も上がるみたいな仕組みを設けることによって、大成功したヘンリー・フォードさんなんだけど、実はその戦略の裏には、もっと人たちにいい雇用を生もうっていうところではなく、その、いかに労働者を効率的に働かせ続けるか、たくさん超低賃金で、その働かしてその給料分を抜き取るみたいな細い方法じゃなくて、そのさらに上の元気に健康に一番生産性の高い方法でどうやってやらせるかっていうのを追求したっていう、まあヘンリー・フォードのと暇と退屈の話をしたわけよ。そう、暇っていうのも労働になっちゃった。休むという労働っていうのをまあ組み込んだっていうところが、まあ昨日のヘンリー・フォードの話なんだけど、実はねこの次があるから今日はその話をします。題してポスト・フォーディズムの話です。でポストってどういう言葉かっていうと、なんかポスト安倍とか聞いたことあるかもしれない。こうちょうどこの前首相も変わったけど、ポストって次の〇〇っていうのを指す言葉なのね。で今回はポストフォーディズムなんだけど、今の時代ってフォードさんのやり方ってもうないわけよ。じゃあ普通に働いてる人がさ、みんな休んでる時にスパイによって監視されてるかって言ったら、そんなこともないし、みんながベルトコンベアでこう同じような単純作業してるわけでもない。あの20世紀にグワーって流行ったフォードさんの手法は、その後、廃れて、また新しいのが出てきてる。その新しい方法が出てきた話を回する。ちょっと、かぶっちゃったけど、するんだ。でね、フォードさんは、あの方法で、今、ないってことは、廃れちゃったわけよ。で、いくつか理由がある。一つ目は、フォードさんは、すげえ高かった車を、半額ぐらいで提供することができたの。生産性をたくさん上げることによってね。だけど、それを、15年間続けたんだよね。そう。っていうのが、まず前提として聞いておいてほしい。で、まず、さっき思い出すとね、売れれば売れるほどインセンティブがつくって言ってたじゃんか。売れれば売れるほど給料がある仕組みをつけてたってことは、車が売れないとインセンティブは上げられないんだよね。そう。で、車の値段を半額にしちゃったもんだから、一般大衆みんなに車が行き届くことになったわけよ。さらに、同じ車を15年も売るってことは、一回フォード買った人は、もう壊れるまで買う必要はないわけ。ってなると、どんどん市場も飽和していって、だんだん売り上げが下がってくる。ってことは、売り上げが下がってしまうと、どんなに生産性を高くしても給料を高くしてあげることができないから、インセンティブの仕組みっていうのがまず崩壊したの。これがフォードがダメになった理由の1個目。で、2つ目はこの15万台ってところなんだけど、現代においてさ、15年間15年間同じものが売られ続けるってある？最新のテクノロジーないんだよね。 iPhone の 3G っていつって言ったら2007年とか8年で、まだ13年で 3、3G、4、4S、5、5S、6、6S とか7とかも SE とかいろいろ出てて、この前もちょうど12が出たじゃんかっていう風に、どん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 モデルチェンジしていってるわけよ。そうだから、今の市場は同じものを作り続けるってことができないから、フォードさんは廃れたの。じゃあ今はポストフォーディズムってどういう風になってるかっていうと、まず一つは人々はいいものがあるから買おうみたいにはまずならなくなったんだよね。っていうと、 iPhone の話がすごく分かりやすいんだけど、 iPhone ってどん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 新しいの出るけどさ、 iPhone 12と11の違い明確に言える人っている？12とじゃあ10の大きな違いを言える人がいるかって言ったら、もしかしたら詳しい人が言えるかもしれないけど、それって大した差じゃないことってすごい多いわけよ。だって画期的なテクノロジーって半年とか1年とか2年で毎回出るわけじゃないわけ。例えばバッテリー充電が2時間しか持たなかったのが急に6時間になりましたっていうのが1年とかで起こったら、新しいのやってもいいけど、そんなことって起こってないわけよ。そう、今はその新しい機能がアップしたとかじゃなくて、超マイナーのアップデートだとしても、前回のよりもちょっと違うものが出ましたよっていうことが出ることによって、人々はそれを買うようになったの。どん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 逆に言うと、モデルチェンジしないと物が売れなくなった。でこれ家電とかでよく言われるんだけど、昔の家電ってね、壊れないんだよ。これ俺今24とかだから、俺の親世代が使ってた家電とか、おじいちゃんとかおばあちゃんちにあるものを思い出してもらってもいいけど、すごい古いの使ってたり、すごい古いのがあったりとか覚えあるかもしれない。古い家電って壊れない。で言ってしまえば、仕組みが単純で壊れにくいっていうのもあるけど、何
買い切りで OK な感じだった当時は。だってゼロでなかったところ、 3C とかさ歴史で習ったかもしれないけど、何もないもう氷で冷蔵庫してた時から電気の冷蔵庫来たらもうそれってすごい嬉しいじゃん。それだけでみんな買う理由になってたから、当時のものは壊れにくいんだけど、今の家電ってすぐ壊れちゃう。でそれは、壊れやすいっていうのは複雑になってるっていうのもある、確かに。だけどどん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 アップデートが毎回あるから、そもそもそんなに耐久性がなくてもいいっていう風に設計されてるっていうのもあるわけよ。だって携帯の寿命って2年だよ。これって家電の昔のやつから考えたら意味わかんないわけよ。まあスマホを家電って呼ぶか別にしてね、っていう風にそのどん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 モデルチェンジがしないと売れる仕組みになってない。でこれはさっき言った労働者の話と深く関わってくる。iPhone とか他の冷蔵庫でも何でもいい家電が毎年とか半年とかモデルチェンジをしないといけないってなると、企業は設備投資ができなくなる。設備投資って何かっていうと、例えば工場が大きな機械をダンって1回に買って1000万円で買って5年ぐらい使う。でそのやつを買ったらすごく効率化されて同じ型が早く作れるようになるから、それで後から元を取れるみたいな、その設備を機械とかを買うことを設備投資って言うんだけど、モデルチェンジしてしまうと大きな設備投資しても来年とか再来年にはまた違う型を出さないといけないから、設備投資が難しくなってくるよね。ってなると企業は同じ機械をドンってやることが不可能になってくる。ってなると何が生まれるかっていうと、非正規雇用、いわゆる派遣社員みたいなのがどん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 進むようになるわけよ。人間っていうのは機械じゃないから変化したものに対応できるわけ。だからモデルチェンジがたくさんしないといけない市場において、労働者っていうのは機械だと同じことしか、大きなお金をかけて同じことをたくさんすることはできるけど、アップデートに対応できない。でも人間は、じゃあこれから新しいのこうなったからこうやってねって対応できる。機械より都合がいいんだよね。でも派遣社員とかっていうのは他よりも賃金が低いし、今社会で問題になったりするじゃん。日本の3分の1が、非正規雇用って言われてるぐらいだし、世界だったらもっと違うとこもあるから、そういう風に非正規雇用が問題になってるんだけど、これって企業が悪いのって言われたらちょっと疑問なんだよね。なんでかっていうと、毎回モデルチェンジしないと買わないっていうのは俺たち消費者側がそうしてるから。自分たちでたくさんモデルチェンジを、ちょっとマイナーアップデートするだけで物を買うっていうサイクルを作り出すことによって、非正規雇用の数も増やしていくっていう、自分で自分の負のサイクルを今の消費者は回し続けてるんだよっていうことが、この暇と退屈の倫理学のさっきのフォーディズムの次、ポストフォーディズムの章で書かれてたんだよ。いやこれちょっと暇と退屈とはね離れてしまうんだけど、いや面白いなと思ったね。そのなんだろうな、政府が悪い、企業が悪いっていうのは簡単だけど、それに加担してる、しかも無意識に加担してる。でしかもそれが自分たちが、確かに iPhone 新しくなったから買おうかなとかっていう、そのどん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 ちょっと変わったから買うっていうサイクルが生み出してるって、いわば言ってしまえば自業自得みたいなところに落ち着いてるっていうのはちょっと発見だったなって思います。まあこれに関してはね、ボードリワールっていう有名な消費に関する哲学をやった人がいるんだけど、俺その人にすごい今興味あるから、その人の本も書いて読んでみようかなってこれから思います。まずポストフォーディズムに関しては今日はこんな感じ。じゃあ次の動画まで。